こんにちは。いつもありがとうございます。アクシスという会社の代表をやっている寺翼です。今回は何の話なんですけれども、仕事で成果を出すための方法です。美容師とマーケターの共通点から掘り下げていきます。この内容からわかることは、プロの美容師の特徴と、それをマーケターへ横展開しています。で、最後に美容師とマーケターに共通することとして、ウーダループの観点から紐解いていきます。で、今回は仕事で汎用的に持っておきたいスキルのようなものです。こう、すご腕の美容師と成果を出すマーケターの共通点を見ていきましょう。で、今回の内容をぜひ見たり聞いていただきたいなと思っている方は、あえて言うとマーケターの方です。もう少し言うと、マーケターとしてもっと成長したいなと思っている成長意欲の高い方を今イメージしています。他にはマーケティングの話なので、マーケティングに関心があると思った方や、ウーダループについて興味があるなと思った方にも参考になればと思っています。はい。最初にですね、少し私の、最近のお話に、個人的な話になるんですけれども、少し前に美容院に行きました。で、髪を切ってもらいながら考えたことに、美容師に求められることって何があるんだろうと思ったんですね。で、整理をしてみると大きく3つになりました。観察、構想、実現です。で、これをそれぞれについて少し補足をしていくと、1つ目の観察というのは、髪を切ったりカラーリングをする相手、お客さんですが、お客さんの理解なんです。で、会話からのコミュニケーションも含めて、どういう人なのか、どんな髪型にしたい、してほしいと思っているのかを、観察、直接聞くこともあるし、間接的に見たりすることによる観察から把握をしていくんです。で、他には観察には、今の流行りとか、次のトレンドを見極める力も含めています。二つ目の構想なんですけれども、これは相手が似合う髪型とかスタイルをイメージすることです。構想力、イメージ力です。こう、相手がどういう髪型になっていくと、こんな風になるのかなという具体的なイメージ、完成イメージを頭の中に描く力です。三つ目の実現なんですが、これは頭の中で構想したイメージをその通りに実現する力です。ここにはカットなどの美容師としてのスキルも含みます。はい。で、ここまで見てきた美容師に求められることですね。観察、構想、実現なんですが、この3つは他にも当てはまるなと思って、具体的にはここからはマーケティングに当てはめてみます。はい。で、観察、構想、実現の3つはマーケターに当てはめると次のようになっていきます。1つ目の観察なんですけれども、これは一言で言うと市場の観察です。もう少し市場の観察の解像度を高めると、生活者とか顧客理解ですね。他には競合の把握と分析です。ここはマーケティングリサーチの役割です。2つ目の構想というのをマーケティングに当てはめる、マーケターに当てはめると、市場理解からお客さんのニーズとか顧客インサイトを理解していくんです。で、そこから競争環境を把握して、顧客と競合からの自分たちにとっての勝ち筋を見出していくんです。で、こうした理解、勝ち筋をベースにマーケティング戦略という大きな構想を作っていくんです。そして戦略から具体的な施策、これはマーケティング施策にあたるんですが、このように戦略から戦術という徐々に大きな構想から具体的な施策に落とし込んでいきます。で、もう一つ構想の中に含めたいのが、ブランドが自分たちのブランドが実現したい世界観を描くことなんですね。で、世界観とはビジョンとも言えて、ビジョンというのは自分たちが心から実現したいと思う一枚の未来像、未来に対する絵なんですね。これを描くということもマーケターにとっては大事なことで、これを構想の中に含めました。はい。で、3つ目の要素、実現ですね。これはマーケティング施策の実行にあたります。実行もその後も大事で、実行はやりっぱなしで終わらないんですよね。まあ、施策の効果検証をするということが大事で、ここで言ってる施策の効果検証とは、施策に投入したリソース、これは主に予算、お金になるんですけれども、その投資したお金に予算に対して得られた施策の効果が期待に見合うものだったのかどうかです。端的にその施策をやってどれだけ売上につながったのかというところを細かく検証していくこともこの実現に含めています。で、マーケティング施策の実行と効果検証から学びを得て、あるいは教訓が得られるんですが、他にも顧客からのフィードバック、それらを次の商品開発とか次回の施策または戦略に生かしていくんです。まあ、このように美容師から見た観察、構想、実現というのは、マーケターがやっていること、これをやっていくと、マーケターとして私は成果を出していけると思っているんですが、観察、構想、実現というのはマーケティングにも当てはまります。はい。で、ここまで美容師と成果を出すマーケターの共通点として、3つのこと、観察、構想、実現を見てきました。
で、この3つをそれ、さらに考えを着想を広げていきたいんですけれども、思ったことがあって、ウーダループにつながることなんですね。で、ウーダループ、皆さんお気になったことはあるでしょうか。で、ウーダループとは端的に言うと意思決定と実行のプロセスで、ウーダループというのは OODA と書くんですが、4つの頭文字からなんです。で、日本語で4つ、まず言うと観察、状況判断、意思決定、行動です。で、観察というのはオブザーブで情報を収集します。で、2つ目の状況判断、ビゲントに当たるんですが、収集した情報を解釈し、それが 何を意味するのかというのを考えるんです。で、3つ目の意思決定は状況判断から決断をして、4つ目の行動、アクトというのは実行に移していきます。で、ウーダループのポイントだと思うのは、意思決定の前に状況判断を入れていることなんです。 OODA のうちの2つ目の O のオリエントと3つ目のディサイド、オリエントとディサイドを分けていることなんです。つまり2段階の意思決定プロセスです。で、2段階の意思決定プロセスとは、まず最初に1つ目として大きな方向性を判断する、これはオリエントの状況判断で、その後に意思決定、ディサイドをしていくんです。で、この2段階の意思決定プロセスをもう一度最初に見た具体例として、まず美容師に当てはめると、まず全体の相手の髪型の仕上がりのイメージを状況判断するんです。で、そしてお客さんとのコミュニケーション、会話からも細部の髪型、あるいはカラーリング、パーマをどうするかというのを決めていって、この全体像のイメージという状況判断をして、その後に細かく決めていくというやり方です。で、マーケターであれば、お客さんとか市場理解から自分たちのまず勝ち筋、これが方向性、状況判断に当たります。勝ち筋に基づいて戦略とマーケティング施策を決定していく。このようにマーケティングでもマーケターにとっても、まず大きな方向性としてこっちだねという勝ち筋を判断して、そして施策、細かい施策を決定していきます。まあ、このようにウーダループの観点に入っているのが、今回見た観察構想実現なんですけれども、ウーダループとこう横並びで見ると、構想のところが2段階に分かれるんですが、状況判断と意思決定です。で、このようにご紹介した、ウーダループの考え方とか、あとは今回見た3つのフレーム、要素ですね。観察して、構想を描いて、そして実現していく。これは今回例として、美容師とマーケターを当てはめたんですけれども、汎用的に使えるビジネスのスキル、フレームになるかなと思っています。ですので、皆さんのされていることが、美容師でもなくて、マーケターでもない方にとっても、この3つ、観察、構想、実現、またはウーダループと言い換えてもいいんですけれども、よかったらお仕事で参考にしていただけると嬉しいです。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは、10分で見分けるビジネスセンスです。これからも更新が続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。